皆さんこんばんは、ポッキーです。今回はね、レッツスクールという学校運営ゲームを遊んでいこうと思います。このゲームね、ただの学校運営ゲームじゃなくて、かなりぶっ飛んだ学校運営ゲームってことで俺さ、普通の学校すら運営したことないのにさ、ぶっ飛んだ学校運営できるかな。まあとにかく俺が最強の校長先生になる。やっていきましょう。ニューゲーム、キャリアモードでやっていくか。桜の町とボタン市、あーこれだけか。なんか日本っぽいな。じゃあまあボタン市でいくか。やっていきます。元校長からの手紙元校長猫やん。お久しぶりです、母校の校長です。母校の校長、あー俺のね、母校の。あなたがこの手紙を読んでるってことは、私はもう世界一周に出発してるでしょう。おい、遊んでんじゃねえか。長い間廃校となっていた母校のことは覚えていますか。私は校長の宝物をある場所に隠しました。もしあなたがこの学園を復活させることができれば、その宝物はあなたのものです。ね、ゴールドロジャーみたいな。それで、君をここの校長先生に招いたわけです。さあ、夢を追いかけましょう。別に夢でもないけどね。校長になること。おー、始まった。田中花子。すごい、日本人のなんか、模範解答みたいな名前してる。じゃあ、ポッキー校長先生で行くか。男ですね。若いな。校長先生というには若すぎないか、あまりにも。これ。大丈夫そう？教えんじゃ、ちょっと。すごいよ、これ。3メートルと18センチくらいになれる。じゃあ、まあ、そうだね。でかく行くか。体重も、ガタイ、ベイマックスじゃねえか。痩せ細っていくわ、あえて。いや若いよ。あ、学校の名前も俺が選べんだ。すごい、ランダムで選べる。長谷川第二中学校、佐藤第一中学校、山田、なんか名字なのよ全員、誰かの。これ どんな学校ランダムが。これまあ学校名は息したら退学学園にするか。うん、でこれ何、これ紋章、服も変わるんだってか。制服がすげえ細か。ちょっと待って、あいつ出てこないかな、ランダムで。あのさっきのなんか化け物みたいなやつ出てこい。おい出てこい。あ、痛いほらよしよしよし。さあやりましょう。息したら退学学園開校。おお来た、校長先生来た。ほっそ、身長高っ。怖すぎ。誰も入学してこない。誰も入学してこないってこの学校。でもいいとこだな、なんかのどかで。あ、もう掃除、先草刈りからした方がよくないか。お、誰だ、教頭先生か。誰、あなたが新しい校長先生ですか。はい、私は、お、何、林茶、リンチャイクって読むの。私はリンチャイクと申します。あなたのアシスタントです。まあ、教頭先生ってことか。よろしく。仕事で何か困ったことがあったら何でもお申し付けください。もう全部困ってるわ。まだあまり慣れていませんが精一杯頑張ります。おお、いい、元気がいいことはいいことだね。校長先生というのはあまり簡単な仕事ではありません。このような経験ありますか。必要ない。学校、学園の、学校運営の目標は生徒を募集し、彼らが志願を達成できるように支援すること。なるほどね。なんか始まった。まず何から始めたらいいんだよ。おい、ボロボロじゃねえか学校。おい、元校長全部売り払ってる、世界一周旅行のために。なんか家具とかやられたな。これ負債だけしか残されてないぞ。2階もあんのこれ。いや、ごわ、豪邸、豪邸というかめっちゃ豪華。あ、待って、なんかやってる。ちょっと待って、これ、あ、ここは校長室か。あ、一流の学園作れるのは様々な方向で努力することができます。将来の目標、私はトップクラスの学術人材を育成したい。私は生徒たちに世界中で活躍させたい。私は最も美しい学園構築したい。うん、美しい学園しか興味ないかな。うん、素晴らしい選択ですね。ではこの方向で頑張っていきましょう。まあ全員退学になるからね、絶対。エラ呼吸以外認めないから、うちの学校。え、これ、この、え、何これ、ここぶっ壊れてんの。これどうやって直すの。これどうやって直すの、マジで。こういうこと、直らないんだけど。あ、もうわからない。柱とかはあるけどさ、どうやって直すん、ここ。一回消すのかな。あ、直った、直ったんだけど。
あ、これを消したら治る。家具が撤去だ。家具なの？これ壊れてるように見えるのは家具なん全部。もう意味がわかんないけど、あ、ここも直そうか一応。あ、でもここはなんかもうこのまま出口にしたいよね。ここ扉つけてさ、これ扉とかをつけることできるのかな？無理なんかな？床が腐ってる。ダメだ、もう床が腐ってるわこの学校。雨漏りとかもしてんだろうな。あー、ここもだ。ここもちょっと直すか。で、おい、校長室からこれ、こっから世界旅行行った？もしかして飛び出して、それともなんか命狙われてた元校長。あ、え、3階もあんの？よく見たら。ね、これ。あ、時計台のね。はえー、ここも直しとくか。すげえ立派な学校ではあるよ。なんだこれ。ここもか。直しとこう。え、待って、校長室消えた。ちょっと待って、戻したい。これ戻んないの？やべ、校長室消しちゃった。唯一残してくれたもの全部売り払っちゃった。まあいっか。元校長の校長室、なんか中古使うの嫌だし、校長室であれもあったとしても。こっからいろんな教室作れるんだね。校長室もあんじゃん、クラスの教室。まあ教室から作ってく。じゃあ最低で20マス。ここら辺とか。おい、建築エリアに別の部屋があってはならない。おい、なんだ、どういうことだ。とりあえずここに、じゃあ教室作ってみるか。こんなもん。おお、おーおーおお、来てきた、おお、来てきた、来てきた。で、あーあー、これ何？あい、あい、机ね。クラスにこれ以上の、ああ、これあれか、先生が立つところか。ちょっと待って、これ移動させよう。じゃあこれちょ移動させたいんだけど、移動のさせ方は、移動のさせ方を教えて。何これ、ちょ、あの操作方法が全然わかりません。変なとこに黒板作っちゃった。ちょっと待って、変な教室。まあいいか。あ、無理だ、もう1個しか置けない。うわ、こっち側の生徒しか見れねえ。まあ別にいいか、黒板なんか見れなくても、黒板なんか見えなくてもいいか別に。待ってよ、デスク、あ、デスク、これデスク置こう。あ、これで向き変えれる。先生どっから授業すんだこれ。あ、別に黒板見えなくてもいいよね、最悪。うん、で所狭しと並べよう。やっぱできる限り生徒はぎゅうぎゅうに詰めた方がいいからな、結局。どんだけやっぱ有効活用できるかだから、場所を。こんなもん？あ、ここ行けるまだ。やだこんな教室。なんか弁当ラックがあったから弁当ラックいっぱい置いとくか。弁当かけなきゃいけないからな、やっぱ給食だけが唯一の楽しみみたいなとこあるしな。よし、さあこの教室では先生のことをお母さんって呼んじゃった瞬間に退学です。うわ、なんかめっちゃいろんな要素あんな。まあ一個教室ができたってことか。とりあえずできたんかな、本当に。わ、すごい、自分でこれ勉強のなんか過程とかも組むんだね、時間割を。すごくないこれ。管理部、あー、管理部も絶対必要だもんね、だって学校には。てかまずこの教室をさ、絶対にこれ撤去しなきゃいけないよね。あー、できた、解体。解体モードがあったわここに。はーい、これめっちゃ便利じゃん。もう全部解体しよう、これ外に置いてるやつとか。うん、なんか何これ、憩いの場とかあんのか。あ、もう全部全部解体。よし、これでだ、これで管理部作ろうか。職員室ってことだよな、まあ、職員室ここでいいか。じゃあ、はい、来たー。これ何、あー、扉が必要と。よっしゃ、来た。これが先生の机か。まあ、先生の机も置いてこう。なんだこれ、あー、電話机。あー、そんなんもあんの。事務机、あ、事務机置けない。え、え、1個しか置けない。え、なんで1個しか置けないんだけど、事務机。管理部こんなでかくなくていいのか。これ職員室ではないのか。ちょっと待って、これ職員室じゃなさそう。危ね、なんだこれ。クラスの教師の部屋、普段みんなはここで仕事をしたりパトロール出かけたりしている。え、今日、え、え、違うのかこれ。1個しか置けなかったぞ俺、なんでだ。こんなもんでいいか。寂しい部屋、寂しい部屋だけども置けないんだもんね。まあいっか、これで。お、組織アイコン、へえ、すげえ、こんな細かく。じゃあこれにしようか。第一管理部主任、細か、
めちゃめちゃ奥深いんじゃないこのゲーム実は。え、これなんだこれ。まあ一旦罰でいいのかなこれ。オッケー、第一管理部オープンしたらしい。これあれかな、このここの先生がここに行くってことでいいのかな、合ってんのかな。あ、まだ先生多分来てないからあれなんだろうけど。で、女子トイレ男子トイレは絶対必要だもんな。ここら辺に置いとく。はい、女子トイレ、ちっちゃいか普通に。はいねえ、はいねえ待って、手洗うとこない。あ、いや、あるわ、あるある、あったあった。さすがにな、さすがに手洗うとこ。バナナ、なにこれ、一個置いとくか。バナナ、女子トイレにバナナ。なんで女子トイレにバナナ置くんだこれ、どういうことだよこれ一体。なんでバナナがあんのこれ。俺もなんかここら辺にも置いとく。あ、置けない、くっそ、マリオカートできなかったか。猫トイレ、猫も来んのこれ。で、これ男子トイレ、よし。さあ、でトイレどこだ、あった、これ。ああ、男子トイレもこれ一緒なんだ。立ちでのトイレはないんだな。まあ、じゃあ同じ構造にしとこうか。女子トイレってどうなってんのとかいうさ、好奇心を男子がね、変に呼び起こしてね、変なことになんないように、覗き魔が現れないようにしとこう。男子トイレにはそうだな、白熱電球だな。うん。明るい。あ、ってか、え、電球ないのこの学校。あ、女子トイレもつけなきゃ、じゃあ。白熱電球。白熱電球絶対必要だろ。ちゃんと暗いんだ。いいね。時代背景が全然わからんね、このゲーム。校長室。校長室作るか。バカでかく作ろう。ここにもともとあったもんな。でもこれ以上大きくできないのか、これ。編集で大きくできない。こことかももう校長室にできない。あ、なにこれ、頑張ってる。頑張って建築してる。校長室はやっぱ威圧感感じれるような感じにしてあるよね。豪華にしよう。なにこれ。あー、棚ね。あるある。校長室にあるよね、こういう棚。いっぱい置いとこう。これいっぱい、もう、自分の力を示そう。来た生徒たちに、俺はすげえんだぞって言ってやろう。生徒たちが全員もう本当に震えて立てないくらいの勢いで置いとこう。よし、オッケー。で、装飾品、あ、まあ、バナナ1個置いとこうか。罠バナナね、これは。猫タワー、レモンの木、あ、いいじゃん。俺が校長だ、分かったか。さあ、で、まあ、生徒の教室もうちょっと作んなきゃいけないよね。給湯室、水を飲む場所、喉の渇きを解消する。必要か、さすがに必要か。水なんか別に持ってこいって感じだけど、まあでも一応必要なのか。え、給湯室じゃなくて これを消したいんだけどな。これ消そう。よし、湯沸かしポット。何これ、こんなんあった、学校に。昔はあったんかな。これで全校生徒水飲める？水というかお湯を飲むの？冷蔵庫必要じゃない？冷やさないとうまくないだろ、水なんて。あ、待って、入職申請解いたらしい。おお、先生方、流れいいじゃん。流れ、ゆき、はるき、流れ。流れまずもう確定で募集だろ、これ。あ、来た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 、流れ先生来た。流れ先生、違う、流れ先生じゃない、これ、あのアシスタントだ、俺の。何やってんだ、生徒一人もいないからね。学園の満足度がいかに下がりました、高い。え、高いの満足度。あ、すごい、ちゃんと順番に作ってくんだ。はるきも募集しとくか。いや、ゆき、ゆき行こう、ゆき。よし、ゆきと流れ。で、これ生徒も募集したよね。申し込んだ生徒がいません。やっぱり、やっぱビビってる？息したら退学学園。そりゃビビるよな。これ名前だけだからね。これちなみに。あー、来た来た。ユキ来た。ユキ来たわ。やっと。やってきた、やってきた。名前だけだから。あー、でかくなってる、でかくなってる。おい、パイロン置いてくな。コーン置いてくな、これ。ちょっと待ってよ。ここをまた教室にしよっか。って思うんだけど、どうかな。
入り組んだとこに教室ありすぎ。あー待って、変な隙間が。待てよ、もう一回。まあでも扉も作れるから問題はないもんね。この一回ここを通らなきゃいけない教室、魔の教室。黒板ここでいいか。であ、なにこれ、待って、向きがあるってこと？この緑の位置じゃないとダメなんじゃない？これもしかして。うわ、絶対そうだ。これ緑の位置じゃないと教育受けれないんじゃないか、生徒たちが。さては、だとしたらあの教室終わってんな。そりゃ誰も入学してこないわ。こんなもん。あー、弁当ラックだけは忘れないように。黒板ちっちゃいだろ。てかこれ最初の黒板ちっちゃくないか。ついにトイレができた。ようやく我慢しなくていい。気持ちいい。おい、そこトイレじゃねえよ。てか流れ、そこトイレじゃねえからな。おーい、なんかプラスになったけど。ここで今外でトイレしたな。いや、気持ちいいじゃないのよ。我慢してたん？知らなかったけど。てか俺、生徒の募集はなんで来ないの？誰も。なんでか誰も来ないのこれ。嘘でしょこの学校。何をしたらこれ生徒が来るんだろう。待って、あと研究室も作ってとかいいのか。教師たちが研究を行う場所。そんなかっこいいとこあるっけ学校に。まあまあまあ作るか。どこに作る？これ一番真ん中に作ってやろう。で生徒たちをにもう絶対あのなんていうの、あ、先生たちが研究してくれてんだ日々ってことを植え付けよう。やっぱね、そういうこと大切だから、そういう意識から、生徒たちの意識から変えていこう。でもう先生たちのことを大尊敬させよう。プラス校長先生のことはもうあがめさせよう。生徒たちにやっぱ見せないと、力を力を見せないと。あ、窓すっごい全ガラス張りにしてやるからな。うん、ここを見ろ。こんな日々研究して頑張ってんだぞってことを見せてやろう。よし、こんなもんか。さあ、そろそろ来たか募集。なにこれ。あ、なんか研究できる。あ、研究が今いないから無理っぽいけど、先生が増えてきたら研究できるようになるのかな。なんで誰も応募してこない。これを、え、誰だって用を足す時があります。生徒たちはトイレが必要だと言ってます。いや、だからあるって。あんのよトイレ、あんのよトイレが。あー、もう入ってんじゃんてか生徒たちじゃないのよこれ、先生なのよこれ全員。おい、じゃあこれ誰これ。あ、俺か、校長先生。びっくりした。おい、女子トイレ入ったな今流れ今見たぞ流れ。おい、お前今女子トイレ入ったよね。しっかりしますからって。じゃないのよ、しっかりしてるやつは女子トイレ入んないのよ。今のなんかチラみたいな感じで。ちょっと待って、これさ、なんで生徒募集来ないの誰も。ま、前田純一募集しとく何タレントマーケットって。タレントの先生を呼べるってこと？林修さん的なタレント兼先生が呼べるってことですか？どういうことですかタレントマーケットって。あ、なんか談笑してる。授業に行こう。最近は寝不足だ。ちゃんと休憩しろよ。教育って本当に疲れる。なんもやってねえだろ。座ってるだけだろ。で、教師だけめっちゃ来るけど、柴田のり子、理科の研究員。まあ、ちょっともうやっとくか。なんで来てくれないんだろうね。メンバーなし。もう誰も生徒が来てないからもう何もできないんだよな。まあ教室1個作っとくか。ここら辺。よし。いや、もう学校としては終わってるけどねこれ。内装終わってるけどね。内装終わってる学園にすればよかったか。生徒たちは次々と下校していき、間もなく学校初日が終わりますおえ、誰も来てないよ学校初日。先生がただ疲れて用を外で足しただけだぞ。校長先生はもう慣れたでしょうか。いや、ちょっともう慣れてるわけないだろう。だって誰も来てないんだもん。これなんで誰も来ないんだこれ。何か間違ってるよな絶対。いや、1日目これで終わんのやばいって。さすがになんか夜来てない？夜来てんのかな。18時。おいおい、もう夜。あ、夜明けた。
ね、夜とかもこれ何学校なんか動いたりするときあんのかな。たまに来たか募集に応募。これなんかでもびっくりマーク出てんのにさ来てないのおかしくない？バグってんのかな。あのポッキー校長先生何やられてるんですか。ポッキー散歩中ちょっと暇すぎるんだって。だから生徒が全く来ないから暇すぎるんだこれ。なんで来ねえの生徒が誰も。ねえみんなめっちゃ暇してるって。あなんかできた。あ担任とかこれはあ前田純一担任流れにしようか。じゃあここ流れ。この教室はこういうのも配置しなきゃいけないのかな。もしかしてそしたら来てくれんのかな。柴田のり子でここをゆきにしよっか。オッケー。これでどうだ。これでどうよ。どうなのよ一体。みんな来るか。さすがに来ない。それでも誰も来ない。あ、なにこれ。入学担当事務局を建設。絶対これだろう。絶対これだ。これやってないからだ絶対おあ来た森幸子来た。前田恵子、岡田大輔、長谷川一郎、全員合格。全員合格です。おめでとう。成績が悪いという悩み。親に学習の素質がないなど決めつけられたなど、そういうことに挑戦したいんだ。息したら退学学園にお願いしたい。なんで。すごいな。なんか私たちの夢を叶えさせてくれませんか。よく応募しようと思ったら。あ来てよ。どうもあーもう初の生徒です。ちゃんと勉強してね。うん、それ俺のセリフだ。今度のテスト難しいから。もうテストの話。すごいね。岡田大輔サッカーやってそうだな。なんかこれあの生徒たちトイレ、いきなりトイレ。これさ生徒たちさ配属とかすんのかな。俺が勝手に配属されんのかな。生徒たちはいろんなその場所へ勝手に行ってる。もうみお茶飲んでる、お茶飲んでる。お水飲んで、お茶飲んで。あーいいねいいねいいね。どこ行くどこ行く。あれなんか全然勉強してなくねえか。勉強してなくねえ。勉強しろよ絶対。おい勉強しろ。なんか勉強してくんないんだけど。あーあれか、時間割をやってないからか。あ全部ホームルームになってる。こちょ待って。いやこれ待てよ。1限目の課題これ待ってこれみんな1年生だから。ちょ待てよ。一旦これあえあなんか入れられる。あなんかよくわかんないけど入れまくれ適当に組んだらダメなのかな。オッケーこれでオッケー。あ待って、健康体育やばい。健康体育の教室ね。やべどうしよう。作んなきゃ教室を。健康体育の教室作んなきゃやべ。ちょ待って一個作るか。どこに作ろうかな。奥に作るか一個。ここら辺に作るか。これまた時間かかるパターンか。ちょっと教室を移動して授業を受けていくタイプね。いろんな移動教室が全部なんだ。あーここで配分すんだ。じゃあ全員とりあえず1年1組にしよっか。よしこれで1年1組になった。1年1組になったか。なってんのかな。なってそうだね1年1組に。あー勉強し始めた待ってめっちゃ机無駄になってる。先生この生徒たちはどうなったんですかみたいな。黒板見える見えてないだろこいつ。黒板見えてんの長谷川一郎。キリ見えてんのかな。いいぞいいぞ。やるやん前田純一。前田純一が頑張ってるわ。よし偉いな。みんな偉いわ。これあ終わった。休み時間前田純一がまっすぐに出てったぞなんでだよあいつ。なんでまっすぐに出てくるの。何その手の上げて移動する感じ。ゾンビなん。ゾンビなの。ちゃんと授業受けてるよ。生徒入れたいな。まだか。おお先生めっちゃ来てる。保健体育、あ体育の教師。ちょ雇う。あ来てる。1個できた。じゃあここを保健体育の場所にしてみる。こうでしょ。んでここに飛ぶドア
で、黒板こっちにしてみるか、じゃあ。こうね。まあ、いっぱい生徒が来るかもしんないからね、今後。なんか、ちゃんとここは作っておこうか。教室を。よし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 、いいよ。はい、素晴らしい素晴らしい素晴らしい。はい、素晴らしい。並べすぎかな。あ、入学申請来てる。おお、全員合格。何の試験もしてない。何の試験もしてない。雨が降りそう。明日お日様で、僕、私もそう。何の会話だそれ。プラスになってたからよし。よしとする。プラスになってたから。やばい、ゾンビ化してるよ、みんな。ちょ、待ってよ。これさ、バナナとかってどういう効果あるんだろうね。バナナって何なのこれ。置いといたらどうなる。ちなみに。ダンボール箱とかあるけど。なんでバナナがあんのこの学校は。え、なんか、蝶々いる。研究室に。あ、てか何？夜か？あ、みんな帰った。あ、みんなもう帰ってったわ。前田純一が最後に後を去ったんだけど。うわー、平和だわ。ちょっと時間進めるか。夜の間暇だな。よーし。快適か？この学校はどうだ？みんな。どうだ？来たか？おー、鐘がチャリンチャリンなってる。なんか生々しくてやだな、すごい。バナナどうなる？滑ってるバナナで。ドッキリだよ、校長先生からの。ついてないな、じゃないだろ。ついてないじゃない、じゃないだろ。なあ。校長先生からのバナナドッキリだよ。嫌だろうな。一番嫌な校長だろうな。え、なに？どうした？なんかあるんだって。話が。なになになに？ある生徒が病気にかかって保健室の治療が必要だ。保健室を建築しろ。へぇ。どこにあんの保健室。ないけど。これ多分研究しなきゃないんだろうな。あ、研究立ち上げる。あー、これか。衛生。あった、保健室。ここだ。ここにはどうやって行けばいいんだ。これどうやって行けばいいの。施設アンロック。45。あ、まあ、また、まだあれか。まだ無理なんだな。なるほどね。あー、まだ編入されてない生徒がまさか忘れてる。ちょっと待って、忘れてない。ちょっと待って。そう、忘れてたわ。いや、忘れてたわ。普通に。未配分だった、この人たち。誰に配分させようかな。まあ、まあ、1組でいいか。うん。暗すぎ。暗すぎ？部屋が？待って、まさか、電気つけてないからか？電気つけてないから暗すぎなんか、これ、もしかして。すまん、それは。こんな感じでいい？こんな感じで。はははよしよしよし。おい、なんか松葉杖ついてる！どうした？散歩中。いや、座ってて。教室で座ってて、さすがに。なんで松葉杖ついてんの？まさか。バナナでこけた。バナナでこけたせいですか。違いますよね、さすがに。あ、みんな暗いから、なんかそのゾンビみたいな歩き方してるってこと。さては、まあいっか、別に知らねえや。まあ、別に知らねえや。よしよしよし、生徒来たか。募集に来ないな、意外と。ちょ、研究員ちょっと雇うか。よし。で、新たな研究立ち上げようか。どんどんやってかないと、だっていかないもんね。これ、こっちかな？やんなきゃいけないのは。研究開始。どんどんやっていこう。待てよ。今の人を入れて、よし。研究が最も大切なことはなんとなく分かったわ。で、学校のレベル上げないと、絶対授業受けれてない。ねえ、君大丈夫？満足度まあまああるな、これにしては。おい、松葉杖そこに置くなよ。松葉杖で手挙げてる、こいつ。はちゃめちゃなやつだな。あ、なんだ、どうした。部屋が真っ暗で何も見えないんだよ。早く窓を作って今の状況改善してくれませんか。嫌です。すいません。てか、まだあるし、この学校、この教室。分かったよ、作るよ。上からぶら下げればいいんだろ。ほら、どうだこれで。研究室には作っとくか。話進まなさそうだしな、研究室が動いてないと。授業いい感じか。おい、座り方どうなってんだ今の。
なあ、え、待って、やばい、学園の満足度下がったらしい。普通に何が原因？え、最高だろ。何が原因なんだ満足度。捻挫20人？あ、いや、あ、じゃあ1人か、1人捻挫しただけでマイナス20なのか、これ満足度が。とりあえずスピード上げていくか。捻挫してるやつは確実に原因俺だからな。勉強できてる？勉強できてる？てか学校の保健室じゃなくても普通に病院行けばよくない？なんでそれダメなの？それできないんか。校長先生、お腹が空きました。学校に食べ物を買える場所はありますか？わかりました。待って、食料のやつ研究したんだけどさ、ないのよな、ここに。まだバナナならあるよ。ちなみにバナナならあるけど、これなんだ、これ花壇。あー、花壇、花壇ここに作ろう。あと、罠バナナ。おわっ、真っ先にこけた。ついてないな、じゃないのよ。ついてるとかついてないの問題じゃないの、こんなとこにあるバナナ。なんだこれ、急に急に、なんだこれ、なんでこんなもの建てようと思った。わあ、いいね、いいね、いいね。バカっぽくていいわ、これ。いいじゃん、いっぱい当たったとこ。やっぱ知らしまないと。おい、やった、ナイス、研究終了っぽい。公園来た。公園より絶対作るべきものがある。待てよ待てよ、食料だよな、食料、食料、売店とかってことよな、これだ、食料店。とこっち行こう、こっち研究しよう。絶対そうだわ。よし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 、待てよ、これ待って、生徒たちが多分まだ未配置の人がいるんだね、2人。この人たち、まあ1年まだ22に行けるからね。なんか文句言ってた今、なんか文句言ってる？大丈夫？ドラマ「いたずら校長先生」は現在放送中です。一部生徒はやんちゃを獲得し管理しにくくなりました。なんでだよ。おい、やめろ、 BPO に言え今すぐ。こうやってこうやってテレビの規制がきつくなってくのか。俺としてはちょっと複雑だな。規制されてほしくない派の人間だから。これ何が落ちてんのこれ。あ、なんか物申してるやつがいる。どうした？何をやってんだこの人らは。何をやってた今な。あ、なんか物申してたっぽいけどな。あー、もうあれか、時間か、夜の。しゃあねえな、ちょっと夜の間に明かりつけといてやるよ。なんか暗いらしいからさ、この学校やっぱ暗いって良くないってことに気づいたよね。ここも編集して、じゃあ全部明るくしますよ。もういいんだね、明るくしちゃって。暗いっていう楽しみもあったよ。いつまで暗いんだろうなこの学校みたいな楽しみ方もあったよ。ほんとにそれを自らやめちゃうんだ。ないよ、全国どこ探しても暗い学校なんて。目悪くなるからね。でもここは唯一だったのに。しかも息しちゃダメだからね。みんな息してないよねまだ。何も見えないじゃん、じゃないの。村上純一こいつ。あ、でもなんか賑わってきたね学校が。お、新たな入学申請来た。おもろ。なんかもう、ぜっ、おー、危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ、今。今、危ねえことを、ひどいことを言いかけたかもしれない。そんなわけないよな。なんか待って、校長室にめっちゃ入ってないか、人。何やってんだ前田純一。ま、あ、これ暗いからか、ここも。そういえば、ここも暗かったわ。忘れてた。校長室暗かったんだ。あ、待って、電気ついてんじゃんね、これ、ここ。なんで？あ、校長先生、貧弱、背高。なんだそれ。バスケットボール選手に向いている。体重が軽すぎる。もっと食べないと。先生、校長先生、そんな暗い？ここ嘘つけよ。電気つけとか、もう一個くらい。絶対そんな暗くないけどね。なんでここにいんの前田純一は。おー、すごいとこへ歩いてるな前田純一。バグの世界行っちゃってるよもう完全に。皆さんは周りの環境に対して高い清潔度を求めるようになりました。汚れた場所を見つけたら必ずすぐに清潔。なんで、あ、公園できる。てか公園作ってみる。みんなの憩いの場を作りましょう、ここら辺に。おー、いいじゃん。おい、なにこれ。あ、遊具か。
危ないよこういうのって、怪我の元だからね。でもみんなが楽しんでくれるなら、みんなの笑顔が見れるなら俺は置いちゃうよ。なんて言ったって校長だからね、みんなの笑顔が唯一の楽しみなんだ。よし、こんなもんでどう？満足であかんじゃないかな。また 第1公演、第2第3は作る予定ありません。ちなみにめっちゃ先生の応募来てる。そんなにいい学校か？そんなにいい学校ではないだろ絶対に。どうした？めっちゃ怒ってる。どうした？ひどい捻挫やばい。まだ、あーもうあと 10% 待ってくれ。あーてかちょっと待って、これ健康じゃないな。あれ保健室、そっかまだだ。ご飯しか無理だわ。ひどい捻挫の状態のまま学校に通い続けている。あの親は何してるんですか？ねえ病院に連れてってあげてください、息子さんを。お、できた、食料来た。ちょっと待って、研究保健室、これ保健室マジどうやんの？これなんで保健室いけないんだ、ここやればいいのかな。まあ順番にやってっか。なんだ、おいどうした、おいなんかけんわいじめてる、おいこいつ、おい今井優子、おいこいつ、これどうしたらいいのこれ。待て待て、これどうしたらいいのこれ。止める止める人配分校長先生じきじきに止めろ、早く止める人配分ってなんだよ。ちょっと今井優子がやばいから、先生早く早く行け。あ、何やってんだ、何やってんだ、怒れ早く。おーい、急すぎっておかしいだろ、急すぎって感想、いじめられて急すぎって。ちょっとポッキー校長先生何やってんですか、あなたちゃんと止めないと。ねえ大丈夫か、なんだ待って、なんか不穏な BGM 流れてない、なんか、あ、何これ、大丈夫そう、ね、この電撃マーク、なんかめっちゃあれかな、嫌な思いしてる人いる。あ、食料来た、食料、ちょ、ご飯エリア作ろっか。じゃあこの教室猫に作る、 OK。 あ、すげえすげえすげえ、売店みたいなのできた。あ、何これ、あ、食料食べるところってことか。おお配置の仕方狂ってんなマジでまあまあこういう雑な感じの方がね意外と良かったりするから。ブラックパンって何？普通のパン、一石二菜、一肉二菜セット、いやブラックパンでいこう。うん、栄養士、え、栄養士は誰がいけんの？栄養士、ちょっと栄養士雇わなきゃやばくね、さすがに。栄養士雇うか、いける人いる？いけないね誰も。くっそー、もうこれ校長先生直々に、じゃあ校長がご飯をくれるっていいじゃない。あ、みんなお腹空いてるパンをちょうだいそんなに、みんなパンそんなに欲しい？すごい勢いが、勢いすごいよ。あー来てきた、松葉杖、松葉杖くんも、なんて名前なんだよ松葉杖、岡田大輔だった。いいねー、お金入ってくるね。ちゃんと給食じゃなくてちゃんと金取るんだな、売店みたいな感じで。うわめっちゃ時間かかるじゃんこれ、学園改革。ちょっと早めてみるか。満足度いかに上がりました？普通下がってるよそれで言うと。全然上がんねえな。これ何、なんか一応やっとくか。ああちょっと下がってくる。ああこれでどんどんプラスして上がっていくのってわけね。なるほどね、生徒数とかも増やさなきゃいけないんだろうな。じゃあもっとちょっと新しい生徒募集してくんないか、頼むぞ、どんどん欲しいぞ。あー3日間で届くんだ最初の。それ以降届かないんだ。何どうした、あやばい、こっそりゲームしてる、全然こっそりじゃねえ。止めろ、誰か止めよう、じゃあ村上純一が止めろ、村上純一止めろ、ここでこっそりしてる、ゲームよりもすごいぞ。あ止めて、止めてる、ストップ止め方止め方よ、次はやるなよ分かった、物分かりいいな、なんで次はやるなよって、ストップって止まるんだこういう、この年代の生徒たちってそんな物聞きいいんだ、びっくりした。あ入学申請届いた、
行こう行こう行こう、どんどん行こう。でもなんか回ってはいるな、学校として。うん、学校として回ってはいるのは奇跡だろこれ。めちゃめちゃ適当に配置いろいろしてるけど、あ、なんかやってる、なんかやってる。待て、ちょっと待って、いじめ、やばいやばい、待て待て、これおい、ふざけんな、ね、マジでめっちゃ怒ってんじゃねえか。どこ、どうしよう、はい、はい、柴田のり子、行け柴田のり子、止めろ。あ、こっちでも、ちょ、問題発生しすぎ。何？カエルのケロケロ、なんだこれ。カエルを持ち出して遊んでる生徒がいます。カエルを持ち出すって何？おい、何やってんだ、おい、村上純一行け、止めろ、ストップ。何やって、青春やってる、青春してる、こっちでは。忙しいゲーム、何この忙しいゲーム。で、公園にベンチ配置するか。ここら辺に親御さんがもし来たらね、授業参観の日とかここで見てもらってもいいんじゃないかな。うん、なんか適当に、はい、まあ別に見なくてもいいし、うん、てか授業参観来なくてもいいし。お、テスト日、午後の放課後生徒たちはテスト会場に移動。テスト会場なんてあんの、知らなかった、そんなのがあるなんて。あ、てかこれ追加できんじゃん。どんどん追加した方がいいんじゃないこれ。あー、人数上限、あー、これが最大ってことか。 OK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 、 これで上がるか、効率が。テスト会場ってどこなの、ちなみに。俺そんな作ってないけど、ちなみに俺そんな作ってない。なんだなんだ、いじめてる、こんな木の下で。あー、やべ、いじめ終わっちゃった。木の下でいじめてるやつがいて、とんでもねえな、マジで。なんだこれ。え、試験不合格予想、なに、なにそれ。え、どういうこと、やばいってこと、つまり。まあまあまあ、一旦、なんだ、くそ、あー、もうちょっと待って、これあんまりスピード速くしすぎてマジでいじめがそのままやばいな、進んでしまうな、よくないなこれ。始まった瞬間にこれ切り替えよう、ゆっくりに、時間の流れを。うん、てか汚っ、ちょっと待って、え、学校汚っ、やばっ、これ掃除マジでしないとやばいな。研究マジでこれ掃除研究とかした方がいいんだろうな、掃除施設超汚いけど。なんか起きてる、なんか起きてる、なんか起きてる、くっそ、いじめてやがる。春樹行け、春樹行け、ストップ、やめろ、私をいじめるの、人を殴るのはよくない。松葉杖のやつが、私が悪かった、仲良くするのよ。おー、大丈夫か本当にこの学校、多すぎない。あ、なんだなんだ、どうした。あー、こっそりゲーム、いけ前田純一、ストップ、こっそりゲーム、お、来た、あ、何、テスト受けに行ってるみんな、これ何持ってんだ、何やってる、まあ、何やってるこれ、講義、学校が汚すぎると思ったため生徒たちは講義活動を行ってる。じゃ、先生、校長先生が直々に止めに行こう。何やってんだよ講義。お、校長先生来た。何や、かぶってんの校長先生これ、何頭にかぶってんの校長先生、え、あのポッキー校長先生、頭にそれ何かぶられてるんですか、白いやつ。まあでも学校ガチで汚いな正直。待ってね、次の研究はあれにするから、掃除のなんかにするから。そう、まあこれ完全に学校側が悪い、間違った講義はしてない。お、テスト、テスト会場に移動。お、テスト始まった、来た、頑張れテスト、いけ。生徒たちはどんな結果を出しますか。知らないよそれは。最低、え、さ最低合格ゼロに、え、え、評価ゼロ、あれ、え、終わってない。え、終わってない、 F、 え、終わってんだけど、え、やば、ちょ、何が原因なの。このような悪い成績では保護者の方々に合わせる顔がありません。ちょっと待って、何が原因なの、雨降り出したし。え、何が原因だったの今の。新学期が始まりました、校長先生のスピーチをしませんか、必要だ。来た来た来た、次は校長先生にお話ししていきます。おい、めっちゃ怒ってんじゃねえか、とても雰囲気が悪い。おお、まずはじゃあ席払いから、みんなスピーチが始まるよ。
やばい、やばい、つまらない、学業やばいやばい、雰囲気最悪。まず褒めよう、前回みんないい成績だったわ、投げやりじゃねえか、もうよくなかったよ、ボーナス配布しよう、もう。ああ、よかったよかった、金に、金に完全に任せてる、みんな愛してる。すごいってなんだよ、みんな愛してるって何。おめでとうございます、初めての全校スページ、なんか緊張してませんでしたかって。緊張はしてないよ、むしろ緊張してるやつはみんな愛してるとか言えないのよ絶対。あー、めっちゃ生徒来てる、もう全合格で、賢い生徒入れよう、賢い生徒を、もう生徒任せだよ本当に。てか待って、終わった？あ、なんかもう終わりそう、間もなく完了、間もなく完了だ、よし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 。おー、なんだなんだ、みんな、お、みんな猛勉強してる。あ、保健室来た、保健室作ろう、よし、どんどん研究どんどん進んでんな、でも研究は進んでるけど、うん、なんかよくわかんねえな。もっと生徒来てほしいな、でも熱っ、冷房取り付けてくれませんか、そんなもんない、我慢しろ。水かぶれ、頭から。乱闘、待って、乱闘起きてる、嘘だろ、校長先生自ら行こう、これ乱闘が起こる、え、怖っ、東京リベンジャーズこれ、来た来た校長。ストップ、そんなんで止まるわけねえだろ、謝った、次はやるな、やるだろあいつら、絶対またやるって。おお、退学通知一気に送れるらしい、乱闘のやつらに。いや、やばすぎるマジで、まあ、息したら退学だからね、もともと言えば。おい、なんか汚ねえなマジで、ちょっと待ってくれ、これ大丈夫か、保健室作ってる場合じゃなくねえ、てかこれ冷静に考えたらこれ大掃除じゃない、てか今やんなきゃいけないのこれ、絶対大掃除だなこれ、絶対やんなきゃいけないのこれ、衛生ちゃんとしないと終わるなこれマジで。校内治安とか守った方がいいけどね絶対で、まあ自分で止めれるからまだ、ちょ、衛生をしよう、汚ね。この学校汚すぎだろ、どうなってんだ一体マジで、はよ早く、雨の中どうした流れ、秩序ゼロだけど大丈夫、疲れ果ててんな、え、この学校のことにうんざりして腹を立てた前田純一は退職しました、え、やばい、学校汚すぎる、なんじゃこりゃ、ちょっと待って、やばいマジでやばい、ちょっと早く研究して、今 40% なんだけど、ちょ、これ早く研究しないとやばいことになるってマジで、ちょっと、あー、どうしよう、もう応募、はい、入ってくれ学校に、やばい、頼む、早くしてくれ、 40% おへへって吐いてる吐いてる、ちょ、なんとかなんないっすか、ちょ、これやばいなこのままだと、置くか、なんか氷を置くことによってさ部屋の温度下げるらしいんだよね。サマーウォーズじゃねえか、やってること、サマーウォーズで見たってこれ、オッケー、まあ、これなんか時間とともに溶けてくるらしいんだけどさ、これ氷のこれ置いてますとりあえず、 84% まで来た、もうちょっとだ、もうちょっとでいける、おい、こっそりゲームすんな、もうちょっとで掃除できる、汚すぎるもんなマジ学校が、 84%、 あ、夜か、いやー、ちょっとこれマジで早めに研究しとくべきだったな、なんで誰も掃除知らねえんだこの学校の教師とか生徒は、ねえ、生徒の方がまだ知ってんじゃないの、来たー清掃、来たー、これで清掃の部屋はないのか、部屋はないけど清掃道具が出たのかな、これ衛生、あ、来た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 、掃除道具来た、掃除道具来た、よし、置きまくる掃除道具を、え、障害物ある、もう掃除道具置きまくるからね、綺麗にしてくれ、頼むみんなで全力で、ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱一個もなかったんか今まで、逆におかしいだろこの学校、どうなってんだこれ、もう待って、どうやって置くんだこれ、こうか、向きか、逆だったな、
こうか。完全逆だね、向き。こうか。よし。で、洗面台。まあまあ、洗面台は、まあ、どっか適当に置けばいいか。あ、めっちゃ綺麗になってない？てか、急に。そんな急に？めっちゃ綺麗になってるけど。中。おいおい、嘘だろ。すごい勢いじゃない？すごいな、この学校。立て直しが。これもやっぱ校長先生がすごいんじゃないの？ねえ。こんな素晴らしいことある？一瞬で。あ、やめてね。カエルのケロケロ。一番意味わかんないから。禁止品の回収、はじめまして。保護者代表の、保護者代表、代表人名と申します。おい、どんな名前の人間来たんだ、これ。やだー、なんかクレーマーみたいなの来た。生徒から禁止品を没収したと聞きました。え？そのような子供たちの成長にとってよくわかりません。それらを私に渡せば、後のことは私が何とかします。何それ？いいね。また生徒から禁止品を募集したか。ゲーム機変える。ああ、募集してたわ、そういえば。今日は一部の子供が罰を受けそうです。ええー、やだ、なんかこのセレブみたいな、マダムみたいなの、なんか。ええー。まあ、悪いことではあるけど、別に、ちゃんと反省すれば全然許すけどな。ああいうマダムはほんと問題にしよるからな。よし、じゃあちょっとね、もういい感じに回ってきたな、学校が。待て。いじめ起きてる、いじめ起きてる。すぐ起きるな。早く止めろ。よし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 。お、テストの時間。来た！またテストだ。頼むぞ、マジで。前回はもうダメダメだったからな。頼むぞ、マジで。最低だ、また。なんで？あんな頑張って勉強したのに。なんで？ちょー、やばい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 。成績が非常に悪い。ダメダメじゃねえか。もうどうすんだよ。なんでこれで入学を申し込むやつがいるんだよ。なあ。スイカやアイスは美味しいけど夏は暑すぎるよ。やっぱり涼しい方が気持ちいい。もう適当になってきたしね、アドバイスも。こいつはダメだって思われたのかな、もう。こいつ校長先生たちとダメダメだって思われたのかな。ああ、最後にスピーチするか。ああ、すごい、ちゃんと季節を感じれる。次は校長先生のお話していただけますって自分で言わなかった、今。自分で校長先生紹介して自分を出てったぞ。熱心に行こう。おー、いいよ、いいよ。雰囲気いいな。生活に言及するか。ああ、ダメか。でも、ホーム、あー、まあ、謝るか、一回。いや、拍手？謝って拍手？気持ちをリラックス。いいんだ。じゃあ、みんなにハートの手間ね。みんな愛してる。やっぱ愛してるって言っとかないとね。うん。はい。でも多分もうこの学校、近いうちに閉園だね、確実に。あと全員退学、息してるから。